はい、今回は再び以前来たと思うんですけども、神楽坂公園にやってきました。ちょっと最近歩いてはいるんですけども、キノコの姿ちょっとしか見ないんですよね。で、この大雨の後どうなってるのかちょっと歩いて見てみたいと思います。はい、ちょっと歩いてきて見つけたんですけども、これなんかいるよね。キノコじゃないんだけど、あ、でも穴塞がってるな。あら、なんかいたんだけど埋められたのかな。うわ、なんかいた穴ですよね。はい、神楽岡公園っぽい木の切り株、古いやつ。まあ、これはちょっとね、内側なんですけども古いものが残ってます。あ、待って、あったあったよこれ。おー、こんな感じで残ってますわ。残ってるじゃないわ、出てますわ。なめこみたいな感じのありますね。まずありました。ちらっと見えたんですよこれ。どうですかこれ。うわ、群生になってますよ。ものすごい群生。下までね、ざーっとあります。やっぱ出てんだね。雨あり、水ありすぎてもダメかと思ったけども、ここだけに、まあ、とりあえず見つけたんですけども、ちょっとまた歩いてみますか。これキノコじゃないんですけど、この群生もすごいですよね。この植物、この名前わかんないんですけども、よく見たらこれもすごい古い、かなり大きな木の切り株なんですよね。でそこから新しい芽が出てて、これのものなのかちょっと分かんないんですけどね。いや、これなかなかいいですね、この植物。さすがこうそのまま残ってる公園というか原始林的なところがあって、お気づいてる人は気づいてますよね。もうありましたね、ありましたね。こんにちは、おはよう。出てたのね、君は。ほら、立派なやつが出てますよ。で、その周りにもありますね。おー、ということで、なんか役目は果たせそうですね。やっぱりこれ木が、あ、でも違う木なのかな、これ。出てきたっていうことは。いっぱいこの新しい芽が出てきてますね。こう見落としちゃいけないのは木の上とかにもあるからね、キノコ。それはちょっとちゃんと見ていかないと。こっちに行くと日本庭園がありますね。今日はね、一斉になんかメンテが入ってるみたいで、草刈り作業が盛んに行われています。はい、日本庭園に来ました。一斉に作業をさせています。すごい木がいっぱいあるんだよね、ここは。季節は滝が流れていますよ。カズマヤがあって、常に餌を与えないでください。与える人いるんだよね。ダメですよ、あげちゃ。カズマヤを見てると滝があります。こんな町の中っていうか、ちょっと外れてるんですよ。だけどいい感じですよね、ここね。水がもうちょっと綺麗だったら綺麗な公園かな、個人的に思うには。どうでしょうか、この滝。人工的に作られてないんですけど、涼むにはいいですよね。しきりに日本庭園の中ではメンテが行われてますけども、ちょっと出て違うとこ歩いてみたいと思います。あ、なんか見えちゃったな。また見えちゃった。あるじゃないですか今日、意外と
意外とっていうか雨の後だから当たり前かな。これ結構立派なの出てますよ。なんていうキノコかな、わかんないけど出てます。みずみずしいけどちょっと朽ち始めてる状態かな、うん、こんな感じですね。ありますあります。よかった来てよかった。さてまたちょっと違うとこ目指していきましょうかね。あーこれはずっとありますね。これなくならないんだね朽ちて。もう石のようになって、あの前来た時もありましたよね、巨大なキノコの塊。もう石みたいですよこれ。前からあるけどこれはもう本当に冷えないですよ。表面に焦げついた部分もあるけどこれなんか生きてる感じの新しい感じをもしますけども、どうなんでしょうね。すごいなこの木も。わあ、自然いっぱいの神楽丘公園です。ここを見てくださいよ。やっぱりね大雨の影響の後で普通の普段水がないところが水浸しになってます。いや当時あの一番降ってる時すごかったんだろうねこれきっと。公園の中もこんなになっちゃってますね。でも本当にひどい地域のとこから見たら軽く済んだんでしょうね。ありがたいです。木漏れ日のこの影が美しいですよね。あ、さりげにありますね。さりげに小さめな、なんだろうこれ。でもいい色してますよ。ほらいい感じ。小さいのと両方あります。うん、あそっちにもあるね。ちょっと今日野鳥の声少ないですけど知ってますよね。でここは本来この建物の小屋みたいな前は水なくて上がり口の手前ですよね。だけどもこの奥は水生の水辺に咲く草だと思うんですけどもそれがあるのでまあちょっと水というか地面そのものが低いんでしょうね。これは水没しちゃってて、あの通路に行くには行けない感じかな。あの奥は水源になるっぽいんですよね。でね、ここが元々の、あ、おはよう。おはよう。なんもないよ。エゾリスですね。おはよう。やってきた。おはよう。おはよう。周りくるくる回るよ。目回るよ。ないよ、だけど、くるみ。くるみあげる人いるんだよね、ここでね。だから、寄ってくんだけども。おはよう。ないよ、ない、ない。ないよ、ない。ないよ、ない。ないの。ごめんね、僕あげる人じゃないから。うん。人懐っこいですよね。で、ここが、もともとのあの水源の場所ですよ、池。だから、花咲いてないけど、水場所がね、水場所があるんですけど、僕の周りからこう、去らないんだよね、これ。餌あげる人いるからなんだよな。ごめんね、餌あげられないのよ。こう芝みたいな感じでね、草刈りしてます。ずっとね、その音が聞こえてると思うんですけど。でもちゃんとメンテしてるから、綺麗な子になってるんですよね。日当たりのいいところにはこういうふうにあの釣り鐘岳みたいなこういう、あ、違う、釣り鐘じゃない、これ小吹きなんとかかな、わかんない。
そんな感じで健康的に健康的におしめりなしでついてます。本当に普通の公園ですよ。ここなんか石碑があったりとか、ね、はい、実は先日ですね、佐藤会長のお宅にお邪魔しまして、お話をしてきました。でとても元気で元気なんですけども、足腰がもう痛くてあまりこううまくいいとこ行かないということで、完全なもう引退宣言をいたしまして車も売ってしまったし、もうカメラもやらないとで、活動を完全にもう終了しましたよっていうお話だったんですね。でその時にあなたにあげたいものがあるっていうことで渡されたのがこの2冊の本なんですよ。まあ会長の集大成ですよね。で渡す前には伝えたくなかったんだけどって会長の方から言われまして、渡した後に実はこの本原価的にも1冊数万円かかってるそうなんですよ。で分厚いしね、いただく前からこのカラーがバーってなってるのが、これ会長高い本なんじゃないですかって言ったら、やっぱりその通りでしたね。で上川の菌類、私のキノコ観察ノート佐藤誠吉ってなってて、こっちが上川の菌類の2、シノウキンの本になりますね、こっちの方はね。で同じ会長の本なんですけども、表紙のこのね、マスタケがすごい懐かしくて大はしゃぎしたキノコなんですよ。で中身どうなってるかっていうと、実はですねすごいんですよね。これ印刷屋さんに言って綺麗に活字にしてくれっていう話だったんだけども、印刷屋さんがいやこの字のままのがいくないですかっていう話になって、結局印刷屋さんの配慮でそのまんま字が生かされています。で実はこの図って会長が描いた絵なんですよ。顕微鏡を覗いたりね、いろんなキノコを見て描いちゃうんですよね。上手で、前からすごいなと思ってたんですけども、あとこう結構顕微鏡の写真が多くて、前から会長言ってたんですけども、顕微鏡を覗いて胞子とかを観察しないとそのキノコが本当に何かっていうのは到底できないということだったんですよね。でこの中にも一緒に活動してたことが多いので、私の名前も記載されているし、それから参加した方々の名前も書いてありますね。でこっちの方は2の方はシノキになるので、また面白いですよね。茶碗竹とかこういったものが登場してきて、これはあれかな、竜滝登りじゃないなんだっけ忘れたけども、これもやっぱり顕微鏡の写真がメインになっていて、細かくですね、かなり細かくいろんな目も研究されています。とても面白くて貴重な本をいただいたなと思ってますけども、私的には第二のもう会長のような方が本当に現れないかなと思って、ちょっとまだ楽しみにしてるんですね。でこれを元にこういろいろ見ながら、観察したことを聞きながら、これからもちょっと活動していきたいなと思います。そんなこの2冊の本の紹介でした。ではまた次回楽しみにしてください。